振り返るとあの試合に行くまでにやっぱり内陣での欠場、あとまあ家庭内でのごちゃごちゃ、そして首の病気、あの試合に到達するまでにすごくいろんな思いがあって、であったからこそあの試合は絶対に最高の試合にしたいという思いが自分の中で過去一番強かったので、で結果ああいう試合ができたことに本当に一安心なんか嬉しいとかっていうのもとにかく一安心、あ、よかったと、うん、ここ数年で一番大きい一安心なんですね。周りの人たちはとにかく最高やったと、うん、まあやっぱりそのさっき言ったいろんなプライベートのことを全部知ってる人は知ってれば知ってるほど感激してくれましたね、うん、よかったと、心の底からよかったって、うん、みんな言ってくれて、もうそれにつきますね、うん、で息子は100点満点をくれましたね、長男は。やっぱりライジンで試合することによってファンからそのチャンピオン北川大地であるということがすごくなんていうかな、まあ、広めれるって言ったら大げさなんですけど、うん、僕はライジンをそういった意味で、うん、まあ、活用してるって言ったらちょっと上から目線ですけど、うん、まあ、そういったメリットがあってライジンで試合させていただいてるっていうのがあるんで、うん、やっぱりベルトの価値を自分で高めるしかないっていうチャンピオンとしての仕事やと思ってるんで、そういった意味では前回のライジンのフライ級の試合は価値があったなと思います。責任感が強くなりました。吉郎さんが引退することによってやっぱり本当に格闘技を始めた時からの師匠を尊敬する一人の男がやっぱりプレイヤーとして、うん、去ってしまうという、なんていうんですかね、こう少し僕の中でこう心に穴が開いた、開いた穴は自分でしか埋めれないと思うんで、誰かこう代わりに尊敬する人間を立てるんじゃなくて自分が強くなることでその開いた穴が埋めれると思うんで、そういった意味でそれは埋める理由として責任感が芽生えたんで、よし、じゃあ俺が第二の前田義雄になるつもりはないんですけど、うん、責任感が芽生えましたね。関西のニューリーダーっていうのはもちろんピンとは来てないですけど、でもまあ関西の MMA ファイターの中心であることは間違いないと思ってるんで、関西ってことは西日本ですから、やっぱりベルトを持ってるっていうのも含めて、キャリアも実績も含めて、その中で僕がどういった、まあ、パフォーマンスを出してどういった言葉を発してどういった行動をするかっていうのがやっぱ下の子たちに見られてると思ってるので、そこはチャンピオンらしく、そしてトップ選手らしく行きたいなとは思ってます。坊主でちっちゃくて頑張り屋さんで、それ以外はまあ無敗というね、誰が見てもあの感心できるレコードじゃないですか。で格闘技分かんなくても寝技が分かんない、打撃が分かんなくても無敗だということは強いんだろうなと連想させれると思うんで、そういったレコードで、まあ、僕の前に立ってくれたことにはまあナイスだなと、うん、まあ無敗だからこそやる価値があるんですね。彼が無敗じゃなかったらやらないんで、そういった意味で無敗ブランドがある彼にはちょっとホッとしてます。彼は無敗ですよね。僕はもう9敗か10敗ぐらいしてるんですよ。で彼はまあ負けてないから怖いもの知らず、もう僕はプライベートも格闘技もいろんなことも含めて傷つきまくって、で今チャンピオンとして存在してるんで、そこの生物としてのタフさが全然違うかなと、うん、あくまでも
デビュー新人レベルの無敗の彼と、チャンピオンクラスの僕の戦績では、正直、格闘家としての物が違うんですよね。だからそれを彼も知ることになるし、ファンの人たちも知ることになるかなと思います。フィニッシュはズバリ全てがあり得ます。パンチでの KO、キックでの KO、僕が寝技で首を絞める、僕が寝た状態の相手をパウンドアウトする。判定で勝つ。全てのフィニッシュがあり得ます。なので僕もわかんないです。相手がどこで折れるかしたいと思います。今はやっぱりまあコロナっていうのもあって次の手が読めないじゃないですか、次の時代が。そういった中でやっぱり大事なのは一歩一歩、今目に見えてる部分をできる限り最高のものにして次のステージでも最高のものを積み重ねてっていうことなので、思い描くとかっていうのは特にないんですけど、引き続き最高を追い求めて一個一個積み重ねていって、で最終的に自分が想像をはるかに超えるぐらい最高のものをこう積み重ねたんだと振り返れたら最高かなと、そういうことをイメージしながら今目の前に集中したいと思ってます。防衛戦っていうのはやっぱチャンピオンしかできない仕事なんで、そのチャンピオンしかできない仕事を最高の形でするっていう、今回は自分への課題を課して今回の試合に挑もうと思ってます。僕の試合を見た人がもう絶対王者、獅子王子の北方大地だともう呼ぶようなね試合を見せたいと思ってます。